そう、はい、じゃあもう一回いきましょうか。そうです、はいはい、ちなみに皆さん3番何でしたかね。皆さんも自分の確認しながらやってみてください。きっとあのビキニ美女に声かけるとかだね。じゃあいきます。出航よーソロー。あー下手くそあのさ、これニコ生見てる人も分かりにくいかもしれないけど、こう車がテーブルから落ちるのってすごいシュールでちなみに今5番です。5番、はい、じゃあ5番はこれだ。ドゥドゥン、5番、鴨川行くお前書いたな。例えば俺の中のなんか現実的なネタが2個当たっちゃいました。はいはいはい、鴨川に行って、じゃあ水着美女に声をかけます。なんか微妙なの多いねじゃあ次マーコの。おっしゃ行くぜ。実は現実離れしたの書きすぎてドキドキしてるぜそれじゃあマコト号出航よーさらー、行け俺の願い。ドーン、ダダン、3番。同じやん同じやん。もう一回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 、いきますいきますいきますよ。よーさらー、ダダン。じゃあ2番。2番、2番いきまーす。じゃじゃん。焼きそばコンシェルジュになる。どういうこと？あ、それね、海の家の焼きそばを食べ比べして詳しくなろうって、はい、なんでこの資金難になりそうななりますよ。じゃあ焼きそばコンシェルジュになる。焼きそばコンシェルジュってちょっと待って、俺以外のネタ聞こうよこれ。そうですね、ちなみに今出てるのが3番5番2番ですね。皆さん何番なんでしょうかね。じゃあ最後の1個いきます。はい、誠号、あー手についた。誠号出航よーそろー場外ね、場外ってさアルファスタンプまみれになるんじゃないの。大丈夫なの。やばいね、ちょっと気持ちよくつけ。おぉいきます。よーそろー、はい、場外わかんねんだよこっから。じゃあよーいく、よーそろー。8番。せーの。どれ。スキューバダイビングスキューバダイビング、お、いいじゃん。金かかんでさ、この夏にスキューバダイビングを。ということは俺が挑戦するのは焼きそばコンシェルジュになるのとスキューバダイビング、そして僕は鴨川に行ってビキニ美女に声をかけると。俺結構きついの書いたんですけどね。ちなみに4番は水の上を走る9番は貝に耳を当てて波の音を聞く、6番が新生物を発見して自分の名前をつける海はいっぱいいますからね。なるほどね。7番甘い言葉を吐きながら砂浜を全力ダッシュあの捕まえてごらんなさいだよね。さっき俺としたじゃん。そうだね、イラ俺の夏それじゃ終わんねえ。いや僕らこれで夏有意義に過ごせそうですよね。皆さん何でした、ちなみに皆さんリスナーの皆さんは、ね、ちょっとなんかもし実際、やってみたいこととか、あと何が当たったよっていうのがあったらぜひ次回お手紙いただきたいですね。はい、お待ちしております。はい、以上俺たちは海賊、やりたいことはやっちまえ、男の遊びデモ級ダーツのコーナーでした。はい、OK、 8分40、はい、床大丈夫ですか。なんか主肉って落ちにくいっすよ。それで新聞紙引いたんでしょ。引いた。大丈夫ですか。新聞紙外には出てなさそうです。じゃあ次のコーナー行きます。はい、すげえ長かったです。9分近く。ふにゃー、説明ベタが。すみません。説明ベタ。今の8分39。はい、すいません。申し訳ないです。次。モノマネ王座略奪戦ですね。最近デモ級だけ30分をものすごい超えてるので。すいません。そろそろ。はい、した方がいいかも。そうですね、ちょっと連続もう5回以上記録してた。マジか、すいません。32分33分。 OK、 それじゃあ次、はい
ルコール。誠のモノマネ王座略奪戦。私大原誠が得意のモノマネを鍛え上げ、モノマネ番組への出演を目指すこのコーナー、リスナーの皆さんからモノマネのお題を募集し、毎放送ごとに披露。似てたらネタのレパートリーになります。前回は動物たちのモノマネをして、スズメから師匠をいただきました。今回はどうなるのか。はい、ここでですね、重大な発表をしたいと思います。はい、なんとモノマネの座略奪戦、ネタが切れました。まさかのまさかのもう俺自身のレパートリーが底をつき、お便りも来ず、紙面そか。あれ、まあ、どうしよう。あ、そう、どうしようか。え、このままじゃ王座略奪できないです。これさ、はい、あれだよ。何、もう略奪実際行くしかないよ。死に、うん、行っちゃう。もう行くしかないよ。行っちゃうか。もうなんか、そしたらさ、うん、俺テレビ局殴り込むわ。うん、それがいいよ。それがいい、ね、絶対それがいい。そうしようか、うん、そうすればさ、ほらその冒険譚とかここで語れるじゃん。そうだね、そうだよ、ありったけのね、ありったけの冒険譚をかき集め。そうそうそう、しますわ。いや、 しませんしません。危ねえ危ねえ、デモ級で余計なこと言っちゃいけない。デモ級で言ったらやんなきゃいけないの忘れてたよ。そうですね、ちょっとでもう本当に困り果ててしまったので、うん、もしよろしければ、あのリスナーの皆さん、マジお手紙欲しい。本当何でもやりますんで、何でもやりますんで、もう今言ったな、何でもやるってと思ったリスナーさん、その勢いですよ、うん、その勢いで僕にお手紙出していただければと思う。じゃあ今ちょっとマコがコーラやりますから。コーラ、コーラのモノマネやりますから。やりますよ。はい、じゃあ行きます。コーラめちゃぶりやん。コーラ王座略奪。うん、まあ、こういうのをいっぱい披露してくれるんだよね。そうですね、あの手紙がなくなったら次回は三ツ矢サイダーのものもあります。それちょっと逆に気になる。やめろ、どんな違いがあるの。やめろ、お手紙くれ。お手紙くれ。ということで、このコーナーでは私誠のモノマネターンを募集します。どんなお題でも挑戦するぜ。本当によろしくお願いします。モノマネ王に俺はなる。超えたけ。やばいな。モノマネ王に俺はなる。何、モノマネ王に俺はなる。モノマネ王に俺はなる。あれはなる。モノマネ王ってなんか、あ、ね、あ、なんかさ、モンスターインクのさ、何、あの目が一個の、うん、あの爆笑問題の田中さんがやってた、うん、あの目が一個の名前、マイク、マイクってこんな声じゃなかったっけ。これモノマネじゃん。やったぜ。そんな似てない。似てるよ。似てないよ。似てるよ。似てるよ。あれ、あれ、なんかさ、何、時々変な声聞こえない。時々変な声、どれ。誰。はい、エンディングでーす。はい、それでも地球で生きている第78回エンディングの時間でーす。イエーイ、声がもうなく戻ったわね。さっきその喋り方ずっとしてるからやんね。お前ですよね。お前ですよね。お前はいいよ。海ね、海行きたくなっちゃうね、こういう話してるとね。ねえ、なんか海見てるとさ、うん、自分のことがとってもちっぽけに思えてくるよね。中二やん。
本当にそう思ってる？思ってる。スズネは俺実はねナルシストなんじゃないかと思ってる。俺ナルシストだよ。そうですよね、うん、あ、分かった。そのちっぽけだなっていう自分に酔ってる。そう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 。あー俺って本当ちっぽけだなってなる。木図になれ海の。やっぱせっかく夏なんでね、海で遊びたい。そうですね、海かプールは行っときましょう。今年はじゃあ皆さんもね、書いた目標、今回選ばれた目標を海でぜひ果たしていただいて、うん、水着写真とか送ってください。そうですね、うん、ぜひ送ってほしいですね。僕コレクションします。じゃあ、あ、そうだ、あれですよ、ミカティさんに僕らの選んだ水着を着ていただくっていう、うん、あの企画もそろそろ進めなければ。そうだ、進めなければならない。買わなきゃじゃん。そうですね、買わなきゃ。セレクションセレクション。そうだそうだ、セレクション。今度ゲストにとか、うん、見学に行きますとか言わずに乗り込もう、うん、あ、いいね。で急に水着着てくださいって、うん、いいね。で俺らが着てるっていう、それ。この水着着てください、ガバーみたいな。うわー、それ犯罪やんね。もうね、犯罪じゃないですよ、交渉ですよ。じゃあ抱きつこう。それでどうぞ。はい、僕最新持ちなんで、そういうのできない。最新持ち。ジュニア見せろ。はい、皆さんも海楽しんでくださいね。楽しんでくださ い。ということで、番組では皆さんからのメールを大募集しております。皆さんに叶えることになった夢のお話や普通のお便りぜひください。はい、そして誠のモノマネを略奪戦では、僕が挑戦するモノマネのお題を募集してます。はい、受からないとでは、目指していたもののエピソードを送ってください。はい、番組へのご感想ご意見など全てのお便りはアルファのホームページ内投稿フォームに送るか、パーソナリティへ直接言いに来い、ツイッターでもいいよ。お便りお待ちしてます。夏もね、本格的に始まってきましたね。夏が終わったら僕らのイベントもあるしな。ね、9月18日だっけな。そうそう、9月18日日曜日だ。日曜日だ。そう、秋葉原ラオックスミュージックボックスで行われる予定らしいぜ。ラオックスミュージックボックス秋葉原か。9月18日日曜日、ラオックスミュージックボックス秋葉原か。こりゃ楽しみだぜ。行かなきゃな。あ、しまった、ヨタ話をしてしまった。やべやべ、本編に戻らなきゃ。来てください。ぜひ来てください。お願いします。また随時お知らせします。はい、はい、ということで、次回放送ですが、はい、最近夏暑いですよね。暑いですよ。ですので、はい、みんなで涼しく過ごしましょう。スズネ出番かな。お、涼しい音と書いてスズネ。邪魔すんなお前。俺の軽快なトークです。ということで、次回は涼しいをお題にトークを広げていきます。はい、次回放送予定は7月26日です。お聞き逃しなく。はい、それでは今回はここまで。お相手は岡部すずめと大原誠でした。呼んじゃった。次回に向かって発進。はい、巻くという方も多いな。ちょっともういい加減僕は勉強しよう。何を？時間を守る、説明ベタをなくす。まあなんかほら、このまま反省の気持ちだけで帰るのあれだから、 AV の話をしようと思います。最近僕は水着物の AV が大好きです。そのせいか、その AV を見たのが実体験か、それとも AV の記憶だったか、だんだん混同してきました。あー、実体験にならないかな。皆さんもぜひ借りてみてくださいね。あ、そういえば地元のツタヤ…ツタヤって言っちゃった。地元のレンタルショップで、なんか AV が1000円でまとめ狩りできるらしい。1000円で新作も含めて。新作 AV だけじゃないだろ。別にくそー、突っ込まれって決めたのに。突っ込まれって決めたのに。ぜひちょっと AV を見てください。ハンターハンター28巻に集中しようと思ったのに。別に AV だけじゃなくて全部借りられるだろ。え、ツタヤに偏見持つだろみんな。ツタヤ AV をね応援してます。
どうすんだよ、それで、それに興味を持った中学生が徒党を組んでさ、 AV コーナーに1000円で1000円で5本借りるぜみたいなさ、いいじゃん、みんなでみんなで回し耳にしようぜみたいな。大丈夫だよ、中学生借りれねえもん。そんなんどうにでもなるよ。ならないよ。ヒゲかいたりとかして。いや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 、だってだってあれだよ、俺お母さんのカード持ってったら止められたんだよ。出たね、次回からはねって。そうそうそう、自分のカードで来てくださいねってね。しかもその時女性の店員さんでさ、ね、気まずかった。なんかさ、ちょっとエッチな本買いたいなって思う時あるじゃん。、うん、そういう時に限ってレジが女性だったりするんだよね。そうなんだよ、なんでだろうね。もう逆にだんだん楽しくなってきちゃうね、女性店員の時こそみたいな。ん？女性店員の時こそみたいな、女性店員の時こそAV を持ってくみたいな。そう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 。ほら、ちょ、レジが女性でいいんだと興奮するって書いてある。あ、え、そうなんだ。あら、そうなんすか。昔フルメタルパニックの漫画で、うん、主人公の相良宗介っていうその、うん、軍隊帰りの高校生が、うんうん、世間知らずだから何でも軍隊式なの。アルバイトをしようっていうことでビデオ屋さんの店員のアルバイトしたんだけど、復唱するのが軍隊の義務じゃないですか。はあはあはあ、だからあの借りてきたビデオ全部復唱しちゃうの。ポロリもあるよ、水着大合戦を貸すことを許可するって、しかも大きな声で水着大合戦を貸すことを許可するって部屋、あのお店中に聞こえるよ。地獄だよね。きついね。それ面白いな。結構きついよね、やられた側としては。そうだね、うん、絶対借りに行かねえもん。あー面白い。はい、それじゃあそろそろビデオ撮りましょう。はい、はい、では今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、こっちだ、こっちだ。もう癖でこっち見ちゃうね。なんかカメラが可愛いんだよな。まあなんかウォーリーみたいね、うん、ウォーリーウォーリーモノマネ頑張らなきゃな。